富安ね。ワールドカップ無理しない。でもワールドカップ冨安出るかどうかで勝率50%ぐらい変わりますよ。本当日本の命運握ってんの冨安と三笘だと思いますね。変わりないよね。同じクオリティの選手。僕だってあれですもん、あの、日本、え、それこそさ、ああ、この間の徹底討論チャンネルで、いや言ってないけど、ね、彼に濁しましたけど、僕は個人判断能力高い選手たちで話し合える選手たちで、僕がコンセプト作って、 その哲学に従えないというか、それを実行できない人、その原理原則を実行できない人は外すから。だからそういう点で言うと、吉田麻也って組織へのコミットメントめっちゃ高いし、やる選手だから、ちゃんとチームに軸があるんだったら、ちゃんとこれをやってこれをやらないみたいな、吉田麻也が監督にならなくていいんだったら、吉田麻也って超重要な戦力なんですよ。ただ、今の森保ジャパンだと、全部個人で判断し,た、ね、してねっていう。全部個人がいいと思うことやって、そこすり合わせてねだから、吉田麻也だと、 ビルドアップのところもそうだし、守備のところもまあ弱気なラインコントロールは当然するし、で、前からの守備とかも、でもそれは吉田前が悪いっていうより、前がプレスかけてないときは、それはライン下がるしさ、そういうふうに、吉田前に異常に負担がかかる状況だったら、僕は吉田前を外した方がいいと思います。これこ、れちゃんと今の全部使って切り抜いてもらわなきゃ申し訳ないんだけど、申し訳ないというか、だめなんだけど、組織として何するべきかっていうのがちゃんとしっかりしてるチームだったら、吉田前は必要なんですけど、それがない。 それぞれがそれぞれのやり方で最適解見つけてねえだと、吉田麻也の考えとか、吉田麻也が言っちゃえばこう、なんとかできないところまで吉田麻也が決めなきゃいけなかったりあの、体現しなきゃいけなくなるから、それは吉田麻也はそこまでの選手じゃないからさ。らそういうチーム作るんだったら、僕は板倉、板倉僕は冨安と,と森田と久保建英と三笘。 でトップがコンディション良かったら大阪そうじゃなかったら、誰なんだろうな、上田アイスとか、まあ、結局その、ちゃんとあの発信力のある選手、自分で考えて周りを動かせるっていう、まあ、遠藤りもそうですね、だから田中碧とかも必要だけど、そういう思考力と発信力、両方ある選手だけ、選手たちを中心にするしかないと思。でも、その思考力と発信力があるっていう、それがね、思考力と発信力がない監督だから、判断できないんですよ、選手に対して。だから柴崎呼んじゃうし。 鎌田はね、難しいところなんですよね。いい選手だけど、鎌田が、鎌田の村のある時も知ってるから、でも、あの鎌田は外さなきゃいけないほどの選手じゃないけど、絶対的にする選手でもないって感じだ。だピッチ上に監督を多く置けるチームっていうのかな。それをセンターラインに揃えて、それ以外で、その臨機応変さとか、思考力と発信力は少ないけど、瞬間的な能力の高さは見せてくれるみたいな、まあ、伊藤潤也とかそうですよね。そういう選手たちで肉付けしていくみたいな感じ。